どうも、おはようございます。速稼塾の久保です。なんと、またチャンネル制限を食らってしまいました。一週間ね、このサブチャンネルから番組をお届けすることになります。ところがどっこいサブチャンネルだってね、ちゃんとお伝えする内容は吟味してお届けしますんで、メインチャンネルだからあれとかね、サブチャンネルだからこれってことはないですからね、どちらも私が出ております。まあ、それで今回ね、サブチャンネルになっちゃったのはもう慣れっこでもあるんですけども、なんでかっていうと、そのメインチャンネルの方の過去動画で、恵まれない子に寄付したよっていう動画があるんですよ。それがダメだということでね。何なんでしょうかね。まあ今、ガーシー問題っていうのがありまして、こういった SNS も言論を一部ね、引き締めないといけないという、まあそういったバイアスが働いているんだと思いますけども、私に関してはそんなにね、差別的な発言とかね、してないはずなんですけども、判断する方の判断基準が、まあわかりませんので、まあ今回はね、一週間なんて我慢して受け入れていこうかと思います。さあ、その中で今日もちょっと危ない話題ですね。サブチャンネルでありながら。まあ今日はね、中国が日本を支配したらどうなるのかという、そういった話をさせていただいて、まあ、短めにまとめていこうかと思います。よろしくお願いします。ちょっとコーヒー飲もうかな。結局ね、その経済を大きく見ていくと、国と国との成り立ちっていうのは、どうやって自国民を食わしていこうかなと。そのためには、どこに泣いてもらおうかな。どこと一緒に歩いていこうかなっていうふうな発想になるのは、まあ仕方がない部分もあるんですよね。国民単位で考えると、やっぱりね、国の外って見えにくいんですよ。近所とか自分の業界とか自分の会社を中心に考えますんで、なんでそんなバカなことやるんだよってなりますけども、全体として見たときには、全体が納得するように動いてるっていうのが民主主義ですから。ですんでね、認めたくないんですけども、消費税が10%で、うまくいってる人がまだ多いんですよね。まか不思議でしょ？消費税なんてない方がいいでしょ？私たちからするとね。でも、あった方がいいよっていう声が多数派だから、こうなっちゃってるっていう、民主主義の原理も、まあ、認めないといけないですし、もっと言ったら消費税がもっともっと上がってもね、なんとかする。消費税が上がるがゆえに儲けるみたいなスキームを組んで、その抜け穴で暮らしてる人からすると、上がっても上がらなくてもどっちでもいいという話になると。上がれば上がったで対応するし、なくなればなくなったで対応するし、どっちにするんですかっていうふうな、こっちじゃないと困りますみたいな発想ではないんですよね。つまり、こういうことです。消費税が上がっても対応できる、下がっても対応できるっていうふうな、両方に対応力を持つ人は、どっちでもいいですよ、どうぞ、になりますし、消費税がなくちゃ困る、あったら困るっていう人は、もう選択肢がその分だけ減ってるわけですよね。これがビジネスですよ。いかに多くの選択肢を持つか、いかに多くの対処策を持つか、まあ、それによって自分の行く末が決まってるとしたら、じゃあどんな対処策を持つかっていうのはどうすればいいんですか？体験ですよね。もしくは知識ですよね。もしくは誰かに頼るという人脈ですよね。しまいには金があればどっちでも OK みたいなね。金の力ですよね。ということで、何を持つかによってどう対処できるかが変わってきます。だから、コツコツと積み上げていきましょうっていう話になってくるんですよね。じゃあコツコツと何を積み上げればいいんですか？それはどんな能力を持つかによって変わっていきます。例えばこの YouTube の発信という力ですけども、1回しか放送してない人と、100回放送した人と、1万回放送した人がいるとして、誰が一番上手でしょうって話なんですよ。そうですよね。一番多くやった人の方が上手になってる可能性が高いですよね。だから、回数を重ねることによって、この YouTube っていうのは、トークのスキルが上がっていくと思うんですよ。もしくは、今日も放送するだろうというふうに思っていただくことができる。つまりは、信頼関係ができるんですよね。いつ放送するか分かんない。いつ営業するか分かんない。いつ閉店するか分かんないっていうお店ってどうですかね。もちろん、当たるも八卦、当たるも八卦っていうことで、今日やってるからどうかなっていうような楽しみは残ると思いますけども、でもちょっと不安ですよね。年中無休っていうとね、いつでもこっちの都合でいけるけども、毎週水曜休みですよっていうふうになってるだけで、自分がたまたま水曜日に時間が空いてると思っても、そこに行けなかったり、そこを利用できなかったりしますんで、自分の行動は、選択肢を狭めるってことになっちゃうんですよね。はい。まあ、いろいろと申し上げましたけども、今日のお題目ですけども、中国が日本を支配したらどうなりますかってことですよね。
ちょっとまとめておりますので、そちらの方を読みながら話し進めていこうかと思います。このね、発想っていうのは2050年前後に十分あり得る話なんですよね。まあ、それを前提にお聞きください。で、世界っていうのは今グローバル経済がずっと進んできていたわけなんですけども、それが頂点極まれりで、今グローバル経済からだんだんとブロック経済に変わっていってるんですよ。この言い方をすると語弊があるかもしれませんけども、世界的経済後退が起きてるとも言えます。不況じゃないですよ。不況ってのは一瞬のことです。でも、経済後退ってのは慢性的に起きるんですよ、それが。つまりは、人口が増え続ける、減り続けるっていう流れが急に止まらないように、経済っていうものが下がり続け、縮小し続ける。これが起きるんじゃないかなと。これが景気後退ですよね。不況ってのは、この夏を乗り切れば、年末になれば、みたいな感じで一時的なものなんですよ。だから、大きく意味が変わってきます。さあ、それでね、世界ってのはグローバル経済からブロック経済に変わっていくわけですけども、おかえりさんどうもおはようございます。来ていただきましてありがとうございます。サブチャンネルからお届けしております。今ね、だいたい石油のコストが上がっていくんじゃないかなって言われたりとか、エネルギーですね。こちらの方が自由に手に入りにくくなってきて、ガソリン代が上がったり、電気代が上がったりってことになります。当然、海運が、海のね、輸送がうまくいかなくなっていくんですよ。そうなると、当然ですけども、物が世界に届きにくくなって、こっちのものからこっちのものに行きにくくなる。こっちのものがこっちのものに行きにくくなる。そうなると、それぞれが現地で高値であっても買うしかない。そして高値であっても買うしかない状況にいる地域、ブロックが増えるわけですから、基本的に物って上がっていくんですよ、値段がね。希少価値が高まりますから。で、物が余って、物価が上がるのと同時に、廃品も増えていくんですよ。それはどういう考えでなるかっていうと、例えばここでね、たくさんのバナナが取れるとするじゃないですか。で、今まではバナナをグローバル経済で世界中に出荷していたから、このバナナの生産地で売り切れることっていうのはなかったわけですよ。で、行き渡らないってこともなかったんですよね。でも、これがブロック経済になると、ここで生産されたバナナが世界中に流通しませんから、ここのバナナはこの地域ブロックで消費してくださいよってことになります。そうなると食べきれなくて溜まっちゃうんですよ。で、廃棄が起きるんですよね。廃棄が起きるとこんなに作ってもしょうがないから、そのバナナを作る人は減るんですよ。で、そうなってくると、じゃあ、バナナの生産量減りますよね。それが別の品目、別の地域でも同時に起きるから、あっちこっちで生産がうまくいかなくなって、作りすぎても持っていくところがないから売れないよね。そして物がないところでは、その流通が起きてませんから、どっからも物が来ないよねってこと。まあこういうふうな形でね、経済は混乱するんじゃないかなと思われております。特に、海上輸送ともなると、海上封鎖、ね、戦争などの影響によって、そういうのも起きてきますんで、燃料代の高騰と海上封鎖によって、食料が届きにくくなったりとか、工業器具が届きにくくなったりとか、半導体が流通しなくなったりとか、そういったことが世界中で起きて、いろんな経済が分断されていくんじゃないかと懸念するわけですよね。そしてですね、石油の採掘コストが増大し続けると、グローバル経済を支えていた海運業が、今お話したように大きな打撃を受けて、太平洋を越えたサプライチェーンっていうのが困難になってくるっていうのは、もう大体流れが分かっていただけたと思います。で、こういうふうな世界中でやり取りをするグローバル経済、グローバル市場の価値が低下すると、まあ、アメリカっていうのはね、世界中に出かけていって何かをしようっていうふうにはならなくなるんですよ。なぜなら、アメリカはアメリカで自分の国の中で全部やればいいから、世界中からいろんな軍隊や物資や人員を引いちゃうんですよね。で、そうすると、該当の土地にいろんなものを送る必要がなくなりますから、だんだん交易もおろそかになっていくというかね、盛んじゃなくなっていくっていう形ですか。はい。そしてグローバル市場の価値が低下すると、アメリカは世界に展開していた軍隊を、撤収しますんで、それぞれの地域大国の影響力が増大して、それで世界はブロック経済になるっていう風な流れですね。で、東アジア、私たちの住んでいる東アジアなんですけども、ここにおいては政治力とかね、軍事力とか、それから市場規模の全てにおいて、中国がリーダーシップを取っていくことになると思います。中国とアメリカっていう2つの国が均衡してるから、今私たちは今みたいな暮らしを送ってますけども、アメリカが手を引き始めると、中国がその分出てきますからね。で、逆に言うと、
日本がアメリカに依存できなくなってくるんで、結局は他の大国に依存することを探し始めるんですよ。もちろん日本が独立でやっていけるような強い経済を持てば別ですけども、それはすぐには考えられないですね。で、こんな感じで日本は中国への経済依存度が増大し続けるということになります。で、最終的に、たとえ日本が国家としての独立を維持できたとしても、国民を食わせるために、これ冒頭でお話しましたけども、国民を食わせるために、中国政府の言うことを聞かざるを得ないようになってくるんじゃないかな。つまりは中国に政治的に従属する形になってくると思います。こういうふうなね、状況になる可能性は小さくないんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。要するに軍事力じゃなくて経済力でパワーバランスが図れていくってことになります。で、一方でね、漢民族による、中国の支配は歴史的に内向きの政治になるんですよ。つまりは足場を固め続けるってことなんですよね。積極的にあちこちに出ていこうっていうふうにはならないんですよ。だから内戦が多いんですよね、中国っていうのは。他国に侵略っていうのはそれに比べるとすごく少ないわけなんですよ。で、アメリカからの圧力がなくなってくると、第二列島線とかね、一帯一路ってものの必要がなくなってきますんで。で、そうなると日本を強引に支配下に置く必要はだんだんなくなってくるんですよ。逆に言うと今はね、日本が中国の属国になってくれればいいのになとか、アメリカから離れてこっちに来ればいいのになと思ってるわけなんですよ。でも、最終的には支配して日本を従属させたいと思っても、今度ね、アメリカの力が今度弱まってきたら中国はそこまで頑張らなくてもいいやと。内政ばっかり一生懸命やろうっていうような感じで、隣国を気にする余裕がなくなってくるんですよね。まあそうなってくると逆に困るのは日本で、中国と取引あんまりしてくれなくなっちゃった。アメリカもあんまり取引してくれなくなっちゃったってなると、日本はじゃあ、国内だけで生産と消費やっていけるかなっていうことになってくるんですね。で、そういう状況で中国が日本に求めるのは、技術とか観光のようなソフトになるというふうに考えられるんで、これから、先はね、前述したように、日本の製造のために、日本が自ら自分たちの国を他国に売り込んでいくっていうことになるでしょうね。強引に奪い取るみたいな形には逆になんなくなるんじゃないかなと思うんですよ。アメリカがどんどん経済後退していって、世界からいろんな、ね、物資を引き上げていくとなると、もう脅威がなくなってきたから、じゃあのんびりやろうかっていうふうに中国はなってくるんですよ。その上でも新しい国家戦略っていうのは取っていくと思いますけどね。ただやっぱりね、中国もね、あんまりね、自分の支配力広げていくと手が届かなくなってくるんですよ。で、そういうところがありますんで、広げるのにも限界がある。特に離れ小島は広げてもしょうがないところがあるんですよ。どんどん陸続きの国内を強くしていくって形になっていくんじゃないかなと思います。ということで中国が、地域覇権国になった場合に、日本を含む東南アジアの周辺国、ね、朝鮮とかね、ベトナムとかタイとかフィリピンは従属国になるんじゃないかなと思うんですよね。緩衝地と言ってもいいんですけども、中国と直接の支配関係にはないんだけども、中国が右って言ったら、じゃあ右に行きましょうかっていうような協調路線を取ってくるみたいな感じですよね。で、中国は内向きの政策を続けますんで、中国国内の治安に対する脅威にならない限り、従属国に対してはそんなに関心を持ってこないんじゃないかなということです。ということで結論として何かっていうと、アメリカが弱くなって中国が強くなったら、不思議とですね、日本はあんまり変わらないっていう現状が起きるんではないかなというふうに考えられるってことなんですよ。こういうふうに皆さん、思考はどうでしょうか？まとめることできるでしょうか？もちろんこれ一つの予想でありますんでね、アメリカが国の力を弱めていけば、中国がその分、やりたい放題やってくるぞ、みたいなね、のも、否定できませんけどね。でも、中国にしてもね、わざわざアメリカに覇権を伸ばすみたいなことは考えられないんで、そうなると、じゃあ、アメリカに従属してる国に嫌がらせをしてもしょうがないから、中国国内の方に、もうちょっとね、豊かさや、恵みを求めていきましょうってことになるんじゃないかなと思います。相川さんどうもおはようございます。今日もよろしくお願いします。サブチャンネルからお届けしております。この、隠居 TV ですけども、今日は、中国が日本を支配したらどうなるのかっていうテーマでお届けしております。結論としては、中国が日本を支配下に置いても、日本から見るとあんまり変わらないかなと。特にね、日本人に毎月重税を課すとか、なんかの義務を課すみたいなことにならない限りは、我々はあんまり変わらないのかなっていうふうな予測を私は持ってますけどね。
ただもちろん中国が日本に対して内政干渉をしてくる可能性があります。ああしろこうしろ、こんな風に考えろ、これを変えみたいな感じでね。まあでもそれもある程度受け入れることによって、日本が自国国内を平安に保てるなら、そういう風に選んでいくんじゃないですかね。覇権を争うために何か争う、戦いをするとかね、それから地下資源をめぐってどうこうとかっていうのはないと思います。もちろん日本に地下資源が出ればこの限りではありませんけども、おそらく世界中から日本というのはいろんなものを買ってくれるお得意様っていうふうに感じてもらえているんじゃないかなと思いますし、まあ日本のね、食文化をはじめとする日本文化は世界中で受けてますしね、で、日本には後継者不足っていう問題もあらゆる業界にありますから、世界中から後継者になろうと思っていろんなものを学びに来る人もいれば、日本のね、価値を高めるために独自の道を日本と融合して作っていくような若者が出てくるんじゃないかなと思います。まあ何にしても日本は後継者がいませんから、日本以外の外国人に後継者を頼むようになるしかないかなと思います。それじゃなかったらそのジャンルの消滅ってのが見えてきますので、ね、あんまり明るい未来ではないところもありますけども、まあ何においてもどう備えておくかが私たちに課せられたことじゃないかなと思って、今日の放送はこの辺で終わっていこうかと思います。ありがとうございました。まあでもね、メインチャンネル潰れちゃうとね、痛いですよね。いろいろ手間がかかったりとかしますしね。どうしようって感じですね。皆さんも YouTube チャンネルはお大事に。いってらっしゃい。